98歳チュンタというチャンネル名で喉を鍛える動画を上げています。私はフランスの映画シラノドベルジュラックが大好きです。一途な恋の話の部分ではなく、シラノの不器用だけど己の信念を曲げないまっすぐな生き方がかっこよすぎて、今でもシラノがガを通すシーンやラストシーンでボロボロ泣きます。ひろきさんの見た映画アニメプレイしたゲームなので、今でも見直したらボロボロ涙が出てしまうだろうなと思う作品、また何度見ても泣く作品を教えてほしいです。シラノドベルジュラックのなんか微妙だなと思う部分が、ブサイクはモテないのが当たり前だよねっていう前提のまま話が進むんですよね。結局そのなんかブサイクなんだからうまくいかないの当然じゃんみたいな、でもなんかうまくいかないのが当然のブサイクなんだから、なんかこうそれなりになんか分をわきまえたことをやってるよねみたいな、なんかそのブサイクだと好かれないのが当たり前だし報われないのが当たり前だよのという前提で成立してるのが、なんかいまいちどうなのかなと思うんですよね。世の中結構ね、ブサイクだと思える人でもなんかそれなりにうまくいっちゃったりすることがあるんですよね。結局美人は3日で慣れて、美人は3日で飽きてブスは3日で慣れるみたいなこと言うんですけど、なのでなんかあんまりこうなんかブサイクだからといって不幸確定みたいな表現の仕方は、まあ昔の話なんでね、どうかと思いますけど、なのでシュレックっていうハリウッド映画があるんですけど、緑色のトロールっていうおかしな生き物が出てくる映画なんですけど、で、まあ、ちょっとオチを言うので、オチ聞きたくない人は、なんか、右手上げるまで待っててもらえると、オチ言い終わった後、右手言います。上げますと。で、まあ、綺麗なお姫様っていうのと、主人公のその緑の、オークかな？なんか、化け物の、そのシュレックっていうのの話なんですけど、で、その、お姫様とトロールか、トロールのシュレックは、その、付き合えるわけねえよっていう話になるわけですよ。まあその今までのそのシラノドベルジュラックだったと一緒の、その要は美人とブサイクって付き合えるわけないよねっていう話の中で、で最後にお姫様がトロールになることを選ぶんですよ。要はその今までの人魚姫とかのパターンだと、なんかその、人魚じゃないか、なんか醜いカエルの子、なんかカエルとキスをしたらカエルがなんか綺麗な王子様になりましたとか、なんかその汚いと思ってた生き物に対して手をかけたら綺麗な生き物が出てきましたっていう、そのなんかある種のなんかルッキズム的なものを推してるんですけど、シュレックの場合って綺麗なお姫様がそのなんか緑色の化け物になるんですよ。なので緑色の化け物はメスになって、緑色の化け物の夫婦として仲良く暮らしますっていう話になるんですよ。なので僕そこのね、シュレックのその オチがすごい好きなんですけど、まあそれもありだし、全然それで幸せだからそれで何にも問題ないじゃんっていう。なんか美人になって幸せになりましたとか、なんかイケメンの王子様になって幸せになりましたみたいな。なんだっけ、なんか、ひたすらホームレスの体を洗い続ける民話みたいなのがあって、なんかもともとお姫様みたいな人がなんか罰かなんかでなんかホームレスの体を洗い続けるみたいな罰をやって、で最後になんかめちゃめちゃ汚いホームレスが出てきて、でなんかそれを一生懸命洗ったらなんか最後に綺麗な神様が出てきましたみたいな、なんかそのやっぱりその見た目いい方が幸せだよねみたいな、その美女と野獣とかもそうね、なんかその話ってあんま僕どうかなと思うんで、そういう意味で僕はシュレックが面白いなと思いましたっていう、はい、長い話ですいません。彼女にボディタッチをしたいのですが、触ると熱いと言われ拒絶されます。体温を下げる方法や熱いのが気にならないボディタッチの方法があれば教えてください。触れたくないから別の理由をつけて言ってるだけかもですが、その線は一文字考えないでお答えください。氷とか握った後に触ればいいんじゃないですか。で多分冷たって言ったら熱いって言いないと思うんで、そのままベタベタ触り続ければいいんじゃないでしょうか。あ、右手上げるの忘れてましたね、すいません、はい、手上げたってコメントがあって上げ忘れてましたね、すいません、はい。最近ヒカルさんと青汁王子が与沢翼さんとのコラボ動画を公開していたようですが、ヒロキさんご覧になれましたか。見てはいないです。昔の与沢さんに比べるとだいぶ謙虚で優しくなれているように感じましたが、ヒロキさんは最近の与沢さんについてどんな印象を持ってますか。いつかお二人の対談を見てみたいです。知らないっていう。まあ、基本的には僕、その、YouTube で、俺金持ってますっていう人で、その、何らかしらの商品を売ろうとしたりとか、オンラインサロンに入れようとしてる人っていうのは信用しないようにしてるんですよ。要はその、金持ちであるというのが仮に嘘だったとしても、それで騙されてお金が儲かるわけじゃないですか。
なんかすげえ成功した経営者ですって言って、なんかオンラインサロンやってて、でなんか海外支店ですって上げてた写真が、なんかホテルかなんかの無料の写真そのまま使ってたみたいなのがあって、なのでその金持ちアピールを別にする分にはいいと思うんですよ。ただその金持ちアピールをする中で、俺みたいになりたいだろう、じゃあこれに加入しろよとか、これを変えようとかって、その本当に金持ちの可能性もあるんですけど、もう詐欺師もやる手段なんですよ。なので僕はそれやるべきではないと思うんですけど、まあそういうことやっちゃってるという時点で、別に謙虚だとは思わないんですけど、はい。だから本当に金持ちだったら素人から金巻き上げる必要ないんですよね。例えば、株で本当に儲けてますみたいな、まあシスさんだったりとか、まあテスタさんだったりとか、株界隈で有名な人とか、あとはジェイコム男という名前で有名な人とかって、株で超儲けてますって言ってますけど、一般庶民に何か買えとか言わないですよね。だって儲けてんだもん。要はその庶民からいちいちなんか金を巻き上げる必要ないんですよ。本当に儲けてるから。でもなんか本当に儲けてない人って、儲けてますって言って、なんかその庶民から金巻き上げようとするんですよね。なのでヒカルさんって一応金持ちキャラなんですけど、金巻き上げるはやってないと思うんですよね、今のところ。昔やろうとして炎上してましたけど。なので僕は青汁王子もなんかオンラインサロンとかやってないし、金巻き上げるとかやってないので、あとはまあ青汁王子の場合は脱税は本当に捕まってるんで、やっぱ金持ちじゃないと脱税で捕まらないんですよね。はい。医者は高給取りだと思われているようですが、大学6年間も通って研修医の期間は年収300万程度、上司から毎日のように怒られたり、昼飯を食べる時間もなければ、当直で休暇が来れば睡眠時間1時間で次の日の日勤が始まることも珍しくなく、正直割り合いません。国はもう少し大学病院のような3次医療圏で働く医療関係者の給料を上げるべきだと思いますが、どう思いますか？結局研修医をこき使ってもいいというので、研修医がこき使われちゃってるのが問題なんですよね。研修医がみんな、俺たちこき使われるの嫌だわって言って働かなかったら、多分病院回んなくなってちゃんと給料出すんですよ。なので、別にそのなんか安い給料でこき使われる人が存在してしまうので、それが当たり前だよねっていう形になっちゃうので、俺こき使われるの嫌っすっていうのが若手がみんな言い続ければ変わるんじゃないかなと思いますけど、最近ようやくなんか看護師さんの月給がなんか4000円ぐらい上がったらしいんですよね。なんかコロナ禍でいろいろ大変でみたいな。フランスだと去年の段階で確か月に2万5000円かなんか1人当たり上がったかなっていう感じで、割と給料上げねえんだったら俺たち働かねえぞっていうのはフランスは割とやるので、その結果給料上がるっていうのがあるんですけど、日本の場合ってなんか給料上げてほしいよねって文句を言うけど、実行には移さないので、日本の場合ね。なので結局上がらないままっていうのがあったりするので、なので何らかしらのその実力行使に出るという方が結果はうまく回るんじゃないかなと思いますけども。僕は社会人9年目、年収500万円の板金塗装工をしています。この仕事は好きでずっと続けていきたいんですが、最近将来性に不安を感じてます。なんで？この先もこの仕事を続けていくべきでしょうか？はい。それとも今のうち他の仕事に就くべきでしょうか？教えていきたいです。よろしくお願いします。別に好きで板金塗装をやれてるんだったら全然問題ないですし、で、9年目だと、まあ、18からだと27だし、22からでも30歳で、年収500万って、日本人の平均年収を超えてるので、何に不満を感じてるのか全くわかんないですけど、で、日本人減るよねとか、貧乏な人増えるよねとかあるんですけど、どんな国でも金持ちは必ず存在するんですよね。で、まあ、例えばその車とかの、なんか車のなんか削れたからこれ塗装して直してとかっていう仕事って、金持ちの車に対して発生する仕事で、まあ、軽自動車だったら別に頼まないと思うんですけど、っていうのがあったりするので、別にちゃんと技術があるんだったら何の問題もないんじゃないかなと思いますけども。あと割とはそういう手仕事系って、日本の人たちってレベルが高いので、左官の人たちも含めて。なので、海外のお客さんが来るっていうパターンも結構成立すると思うので、例えばその、めちゃめちゃ高級な自動車とかで、これ直してほしいんだよねっていうのであれば、その日本に送って直してもらって中国に返すっていうのが、輸送コスト100万円かかったとしても、全然いいっす。これなぜなら3000万円の車だから、みたいなのもあるんですよね。で、ちゃんと綺麗に直すんだったら、その3000万円の車が、じゃあ4500万円で売れました、みたいなパターンもあるので、なので別に気にしなくていいんじゃないかなと思いますけども。お、プロお子さんだ。11月26日木曜日12時15分、テレビ東京じっくり聞いたろうという番組で、ひろゆきさんの出演会と僕の出演会が一緒に放送されるみたいです。僕がひろゆきフォロワーを吸収してお寿司をたくさんおられるにはどんな工夫が考えられますか？多分、被ってると思うんですよね。僕のフォロワーと、
プローゴさんのフォロワー。なので、吸収する必要はなくて、多分同じような形で残り続ければいいと思うんですよね。例えばアイドルファンの人で、じゃあ、乃木坂はすごい好きだけど、AKB 大嫌いっていう人あんまりいなくて、別にだから乃木坂と AKB 両方好きみたいな人が多いんですよね。じゃあ韓国系アイドル好きっていう人って、BTS は好きだけど、なんか他のグループは大嫌いもなくて、なんか別にこの人もこの人も好きだよねっていう感じがあるので、なので働かない系ジャンルっていうところで、美味しくこう、マーケットを広げていくと、お互いに幸せっていうことになるので、頑張って働いてください。ちなみにじっくり聞いたろうなんですけど、僕今日朝の6時半から収録がありました。なんだっけ、宮崎健介さんと、ゲストが宮崎健介さんで、河本さんと名倉さんと熊切さんとお話をするっていうのを朝からやってました。はい。中学3年の受験生です。期末テスト中でしたが飽きたんで、一昨日は野宿、昨日は飲酒していました。目指そうといえば都立自作校ぐらいなら目指せます。どうすればいいですか。別に受かるんだったらいいんじゃないですか。ただ本当に頭がいいんだったらもう1ランクぐらい上行っといた方が人生楽になった気はしますけどね。結局学歴というか、ある程度偏差値が高いところの学生生徒の方が、面白い確率高いんですよね。頭がいい人の方がやっぱり友達として面白いことが多いので、なので偏差値高いところに行った方が、面白い友達も増えるんじゃないかなと思いますけど。この話何回もしてるんですけど、僕が中央大学っていうところに入って、マジで留学しようと思った理由の一つが、文学部等を歩いてるときに、先輩的な人が、廊下に座りながら、その当時、ドラゴンボールっていう漫画が流行ってたんですけど、週刊少年ジャンプを見ながら、持ちながら、隣の友達に、マジ悟空って強えよなって言ってるのを聞いて、あ、本当にこういう頭の悪い人がいるんだ。で、僕はここの大学に4年間通うと、こういうことになっちゃうのかなと思って、要は現実と架空の話の区別がつかないような人が大学何年も行ってもつかないんだっていうのがすごいびっくりしたんで、そうはなるまいって思ったんですけど、そういう感じにならたくないのであれば、偏差値の高いところに行くといいんじゃないかなと思います。テキサスの YouTuber で自宅に銃弾10発を受けた方です。前回質問に答えていただきありがとうございました。現在敷地面積の広い家の引っ越し、新しいセキュリティカメラの24時間撮影、窓ガラスのシャッタープルフィルムネガティブ発言を控える自宅近辺での撮影をしないです。この他にできることがありましたら教えていただけると助かります。ご主人の仕事上、テキサスからの引っ越しはできません。子供が2人より生活順を食べていくのがやっとの状態です。あ、奥様だったんですね。ネガティブ発言を YouTube でやって、銃撃された人は男性の方だと思ってたんですけど、あ、ご主人は普通に働いてて、奥さんがYouTube で過激な発言をして、テキサス人に家撃たれてるっていう状態なんですね。ですね、まず家のその敷地に出てると、遠くからスナイパーライフルで撃たれる可能性があるので、ちょっと壁で囲んだ方がいいのと、あと庭木は増やした方がいいと思います。割となんか街路樹的なところがあって、外から直接見えないようにしとかないと、庭に出てるところの子供をライフルで狙われる可能性があるので、で、多分、敷地面積広いところに行ったということは、結構土地の広いところに行ったと思うので、そうすると、遠くの方からライフルでパーンって撃たれても、誰も見てないからわからんよね、みたいなパターンもあると思うので。なので、外から、中が見えないように、木をいっぱい植えるといいんじゃないかなと思いますけども、はい。スパチャのプロフィールに対して嘘松とかこの年収でとか金持ちはひろゆきなんかに相談するわけないとかいう人が多い印象ですが、年収1000万ちょっとに対して嘘だとか小金持ちとか言ってしまう時点で視野が狭すぎると思います。稼いで生活して分かるのは都内で1000万ちょっとなんてはっきり言って全くというほど裕福な暮らしはできないです。月収で1000万を言うにこれひろゆきさんなら分かれてます。そうなんですよね。80万円ちょっとで年収1000万ですよね。960万か。で、あれ800の960万。なので、あと40万だから、12で割って、84万円か。月収84万円までいくと、年収1000万円になると。で、80万円で、税率で 40% ぐらいなので、まず手元に400万円しか残りませんっていうのと、あとその400万円のうち、来年、予定納税っていうのをしなきゃいけないんですよね。要はお前1000万円稼いでるんだから、その次の年に先に税金払いやって言って、確か3分の1ぐらい払わなきゃいけない制度があるんですよね。なので、次の年にも、400万円ぐらい税金払わなきゃいけないので、150万円ぐらい残しとかなきゃいけないんですよ。そうすると年収1000万円だとしても、実は手元で使える金額って400万円ぐらいしかなかったりするんですよね。
っていうのもあるので、あの1000万円稼いでるって聞くと、年収の低い人って税率 10% なので、1000万円稼いだら1000万円使える、もしくは900万円ぐらい使えると思ってるんですけど、あの1000万円だとしても手元で使えるのって大体400万円ぐらいとかなんですよ。で家賃払ったりとか、まあなんか、いやそれなりにいい仕事してるとそれなりに家賃高いとか、あの車がありますとか駐車場ありますってなると、ずっとお金が減ってって、実はあんまり貯金できないよねっていう。400万とか何に使うんだ、多すぎだろ。あの例えば港区の会社で働いててすげえ忙しくて、あの終電まで帰れないとか、終電超えてから帰るがザラだったりするので、会社の近くに住みますとなると、あのその家賃20万とか30万とかザラなんですよ。でその一応なんかあの家庭があったりして、じゃあ子供の送り迎えとかでその駐車場所代のやつとなると、港区だと月のあの家賃、その駐車場代で3万とか5万とかかかるんですよ。あの地方と違って1万円ぐらいじゃ駐車場借りれないんですよね。そうすると家賃と駐車場代だけでもう30万近く飛んじゃうので、であとじゃあスーパーも高いんですよ、港区とかになると、っていうのがあったりして、でそれじゃあ子供も塾入れなきゃいけないよねとか、でその私立の大学だったら1000万円貯金しなきゃいけないよねって考えると、全然お金ないよねっていう状態だったりするんで、あの1000万円でお金持ちというのはちょっと違うんじゃないかなと僕は思います。ちなみにアメリカの平均年収って確か700万円とかそれぐらいじゃなかったっけ。なのであのちょっと毛が生えたぐらいですよね、1000万円って。え、古市さんのすごいところがあれば教えてください。あのなんかチョコレートが好きで、その美味しくないものを食うぐらいだったらチョコレートがいいっていうので、で食ったことがないものはあの美味しくない可能性があるから食べたくないっていう、すごい保守的な人なんですよね。変わってんなと思ってます。はい、僕はあの食べたことのないものだったら必ず食べてみようっていう宗派なので、そういう意味でいくと宗派としては真逆の宗派なんじゃないかなと思います。はい、前回の放送でブサイクで結婚を諦めているので長く楽しめる趣味を教えてくださいの僕のスパチャに、ブサイクで付き合えるようにしてくださいという回答をしているひろゆきさんの切り抜きが YouTube でまた来て、ブサイクな僕がブサイクって言われている動画で小銭を稼いでいる人がいる事実を実感して深夜ということもあって爆笑しになりました。インターネットを持って面白いですね。しばらくの暇つぶしになりそうです。ちなみにタイトルは1分間にひろゆきは何回ブサイクと言ってたでしょうでした。お礼のスパチャです。よくわかんないですけど、あのブサイクの人からお金を巻き替えている僕です。すいません。まあでもあのそのあの治る治らないというか、ブサイクの場合って周りが慣れてくれば気にならなくなるので、まあ僕の知り合いで性格の悪いあの死んだ魚の目をしてるデブなおっさんがいるんですけど、であの人の周りにいる人もそれに慣れちゃってるので、別にそんなに違和感がなく、あのもう今更ブサイクって言わないっていうのがあったりするので、なのであの周りの人に慣れてもらうっていうのをすると生活上は何の問題もないんじゃないかなと思いますけども。大学生です。周りで出会いがないので今度インカレサークルに参加しようと思ってます。過去に彼女は行ったことがありますが、最近女子と接することがほとんどないのと、男女関係なく初対面の人と仲良くなるのが少し苦手です。どうすればコミュ障を発動せず仲良くなるでしょうか。僕も初対面の人基本苦手でしたね、昔から。でただあの初対面の人の方が楽なんですよね。その初めましてって言った後、まあ、例えばインカレサークルだったらどこの大学ですかとか、このサークルなんで入ったんですかとか、あの他に知り合いいますかとか、誰でも使える質問っていうのって初対面の人用が結構あのすぐに思いつくんですけど、でそれが言えるので間は結構持つんですよ。問題は2回目なんですよ。あの1回目話、その1回目誰でもできる話題をした後にその話す内容ないんですよ。なので実は1回目より2回目の方が僕きついと思うんですよね。なので1回目の場合ってあの事前準備できるんですよ。要は初めて会う人だったらこういうことを聞こうっていうのがいくんですけど、2回目だと同じ質問するわけにもいかないので、なのでひとまず1回目はあのそういう形でテクニックで乗り越えられるので、あの1回目の初対面自体は怖くないっていうのはそのテクニックであの覚えるといいんじゃないかなと思います。国税庁はよくわからない政策をしているのはどうかと思いますか。所得が上がってないのに消費税増税など、あの6800円払っていただいて質問されての答えでいくと何なんですけど、あの政策をしているのは財務省で国税庁ではありません。なのであの消費税増税を決めたのは一応財務大臣の麻生さん でそこ時の政権、菅政権じゃねえ、安倍総理の時に決まったので、でその時もあの安倍さんだよね、あの財務省の大臣。なのであの国税庁って財務省の下にある法律に決められた通り税金を徴収するスタッフなんですよ。なのであの税務官の人たちに何言っても全然意味なくて、あの決めてるのは政治家の人たちなので、なのであの税務署に文句言ってもしょうがないと思います。はい、なのでもし文句があれば選挙であの今の政権以外のところに投票するといいんじゃないでしょうか。
自民党が一応消費税増税を決めたので、まあ、自民党と公明党か。お客様の愛犬を羊毛フェルトでそっくりに作って技仕事をしている40代オーナーです。やっと毎月安定的に7万円以上入ってくるようになりました。ちなみに完全オーダー制で1体7万5800円いただいてます。日本はこれからマーケット自体が縮小するので外貨を稼がないと思ってるんですが、アメリカやフランス語でもこのサービス需要あると思いますでしょうか。ワンちゃん愛する文化のように海外にもアプローチしてみたいです。ご回答させていただけると嬉しいです。なんか似たようなやつをインスタで見たことあると思うんですけど、結構なんか売れてるっぽかったので、海外全然いけると思いますよ。なので、自分の作品をインスタグラムにちょこちょこ上げるようにして、で、海外フォロワーを増やすようにするといいんじゃないでしょうか。で、話題にしたいのであれば、カール・ラガーフェルドが飼ってる猫とか、なんか有名な人が飼ってる犬みたいなのがあるんですけど、それを完全に真似したやつをあげたりすると、結構、話題になったりしやすいので、それで、なんかこんなか、同じようなの作れるんだ、すごいっていうので発注来るみたいな流れに持っていくといいんじゃないかなと思いますけど。こっちは客なんだぞと生きる人を黙らせる方法を教えてください。なんか高値でふっかければいいんじゃないですか。スマイル5000円なんですけどうちみたいな、マクドナルドだと全0円らしいんですけどね。先ほどは研修医の質問に答えていきありがとうございました。自分の職場でうつや適応障害で研修医がどんどん辞めていき、労働基準監督署や労働組合に相談したことがありますが、医師は基本的に労働組合に入っている人は少なく、法律上残業時間の形態が特殊だと言われたので何もできないと思いました。行動を起こすなら何をすればいいでしょうか。多分労働基準監督署の方でその残業時間が特殊っていうのであれば、多分そこを弁護士さんに一回相談して、でその組合がないんだとすると多分勤務規定が省庁で決めてるか、実は組合があって了承してるかのどっちかなんですよね。勤務規定って日本で決めるときって必ずその労働者が同意をするか、もしくはその省庁の方で定款みたいな形で決まってる場合があるので、ちょっと弁護士さんに一回相談してもらった方がいいんじゃないかなと思います。40代会社員です。課長、閣下の長、閣下課長から上から好かれていればその課全体は優遇され、好かれてないと冷遇されます。組織社会ってそんなもんなんでしょうか。はい。数年後に課長になりますが、自分はそんなに好かれるタイプではないので課全体に迷惑かけないか心配です。今から上から好かれる努力をしていくべきでしょうか。多分もう会社がそういう社風なのであれば好かれるようにした方がいいんじゃないかなと思います。その課長一人で社風を変えることは無理だと思うので。ドラッグストアに勤めてます。1800円する医薬品のハンドクリームを2ヶ月半で100個売らなければいけなくなりました。来客数は平日400人、休日は800人程度です。ただ医薬コーナーに立ち寄る人は総客数の1割2割程度になっています。ひろきさんだったらどうやって100個売りますか。また医薬品コーナーに立ち寄る人を増やすのはどうしたらでしょうか。ちゃんと売れるものであれば別に値下げして売ればいいんじゃないですか。で、なんか売らなければいけなくなりましたっていうので売りたいわけじゃないんだったら、なんかそういうタイプの店やめちゃった方がいいと思いますけどね。結局そのなんか売上目標とかノルマがあるっていうのが、その分なんかボーナスとか給料に反映するから楽しいっていう営業好きの人であれば全然いいと思うんですけど、多分そうじゃないとすると多分どうやって売っていいか分かんなくて僕に1440円払って相談してると思うんですけど、この先それずっと続きますよ。一回で終わんないですよ。売れたら、あ、こいつに頼むと売れるんだ。じゃあ次また売れよって言って、ずっとノルマが発生し続けるってなるので、なので、まあ、やりたいんだったらやればいいと思うんですけど、多分向いてないんだったら、他のドラッグストアに転職した方がいいんじゃないですかね。投稿費が安いとの理由で、ウェブ版のタウンワークの業務委託の求人を載せようとしたら、業務委託はダメとのことで断られました。雇用形態派遣で載せて、面接の時に業務委託の話をしようと思います。店舗での販売員も探してるんですが、できるだけ給与を使わずに人を集めたいです。他に何か用法がありますでしょうか。店舗で直接名刺を配っていくことを考えてます。よろしくお願いします。もう店舗に張り紙して、それなりに高い給料を出せばいいんじゃないですか。結局その、安い給料でまともな人を雇おうとしてもなかなか見つかんないんですよね。なのでそのタウンワークみたいなところにお金を払うぐらいだったら普通に給料高くしてまともな人を取った方がいいと思うので、コストコっていうアメリカで割と流行っていて日本にもちょこちょこ上陸してるほぼ店員がいなくてでっけえ倉庫のところにひたすら物が置いてあって、でお客さんはそれをバカバカでっかいショッピングカートに乗せてレジに持ってって売るっていう
お店があるんですけど、で、そこが確か時給1500円だか2000円っていうのを日本中でやってるんですよね。なんか、要は地域ごとに、東京だったらまあ1500円でいいけど、沖縄だったら別に1000円でも集まるよね、みたいなのが、考えがちなんですけど、なんかめんどくせえから全員2000円みたいな、1500円だったかな？まあ2000か忘れないですけど、なんかしないけど全員2000円で、みたいなことしたんですよ。したら、その地方でめちゃくちゃ優秀な人が集まっちゃったんですよ。要はその、地方でもまあそれなりに優秀な人っていて、例えばその、大学を卒業したんだけど、実家の方に戻らなきゃいけなくて、本来は優秀なんだけど、別にその、東京とかで働けませんみたいな。で、そういう人が、その、まあ、そこら辺の本屋とかコンビニとかで働いてるんだけど、そのコストコで時給や高いじゃんってなると、その4大卒みたいな人が普通に応募してくるんですよ。で、結果として、ただのバイトなんだけど、普通にその、計算もできるし、じゃあ経理資料も作れるし、で、その、物の配置とかってこうやった方がうまくいきますよね、みたいな提案もしたりみたいなことをやって、なんかすげえうまく回るらしいんですよね。なので、優秀な人って入れると、その優秀な人って、その給料以上のパフォーマンスを出すんですよ。その、なんで、じゃあ、そのリクルートみたいな会社が、その若手のなんか優秀な新入社員入れたがるかっていうと、その無能って集めても給料分、もしくは給料以下の仕事しかしないですけど、優秀な人って給料以上に稼いでくれる場合があるんですよね。なので、優秀な人って田舎の方が実は余ってる可能性があって、そのなんか時給1500円だか2000円だかぐらいでも結構優秀な人が雇えるので、結果として得をするみたいなのがあったりするので。なので、ちゃんと給料を出すっていう方向で優秀な人を集めるっていうのもありなんじゃないかなと思いますけど。クイズ大好き、高橋ガニからの問題です。私は一昨日まだ19歳でした。しかし来年には22歳になります。さて、今日は何月何日？一昨日だから、4月2日？ウルード詩的なやつじゃないですかね、これ。先ほどご回答ありがとうございました。情報量が少なくてすいません。最近周りの板金屋がどんどん潰れていき、自動運転レベルも上がってきて、事故自体の減少、保険入庫誘導の激減と仕事量がかなり限られているのが現実です。僕が定年迎えるまで残る板金屋、大手に囲い込みされた内製工場のみと言われています。これから先の行動の仕方がさっぱりわからない状態です。地元の人相手にしていると、地元の人はどんどん貧乏になっていくので、かなり傷みます。なので、技術を売りにして、要はこの板金屋だったらちゃんときれいに直してくれるよねっていうのが分かるような形で、ネットでお客さんを集めるっていうのをやってみればいいんじゃないかなと思うんですけど。例えば、そのなんか、じゃあ普通の板金屋だったら、傷直すときこういう感じですっていうので、でもうちだったら、その、本当に傷跡が分かんないようにできますよみたいなのを、じゃあ Twitter とか Instagram とかで上げて、で、その、じゃあ板金屋自体が100キロ先でも車好きの人って別に大して困んないんですよね。要は100キロ先に行って預けて、で、3日後に別に、まあ1週間後でもいいですけど、で、取りに行っても別に車好きの人って100キロぐらいだったら、まあまあ走るじゃないですか。なので、その地元の人たちっていうのをお客さんにするんじゃなくて、割と技術が高いですよっていうので、その証券としては、その周りの都道府県っていうのを証券にするぐらいにした方がいいんじゃないかなと思いますけど。EU 一般データ法規則 GDPR ってご存知でした。欧州は歴史的に人権や個人情報に厳しい風土があるそうですね。ただ過剰な情報保護のせいで、ウェブ広告のマーケティング効果が上がらなくなったり、消費者もいい商品との接点が得て誰も得しない未来になる気がしています。ヨーロッパの場合って、大体どのウェブサイトも、必ずクッキーの、そのなんか取るのを同意しますかっていうのが出てくるんですよ。すげえうざいんですよ。それを見ないとそのサイト進まないっていうのがあって、なのでニュースサイトとかで必ずこう、なんかアグリーだかなんだかっていうのをやらされるんですよ。なんか規約をアクセプトみたいな。で、それが一応ヨーロッパのルールで、あとそのウェブサイトで個人情報を保存する場合には、そのヨーロッパの中にあるサーバーで保存しなければならないっていうルールがあって、なので、ちょっと前まで日本のサービスがヨーロッパの人の個人情報を保存するの違法だったんですよ。要はその、例えばじゃあ、ゲーム会社が、じゃあゲームは、そのなんか、ソシャゲをやりますと。で、サーバー自体日本にありますと。で、そこにヨーロッパの、じゃあフランス人の人が、アクセスしましたっていう場合で、そこになんか、名前を入れました、登録しましたってなると、その企業違法なんですよ。要はそのヨーロッパの個人情報を日本のサーバーに保存するというのは、ヨーロッパの法律からと違法なので、その会社がヨーロッパに支店があったりすると、まあ、突っ込まれて罰金取られる可能性があるっていうのがあったんですけど、で、最近ようやくそこのなんか条約提携が結ばれたのかな？
で、その、じゃあ、なんでじゃあアメリカの Google とかのサービス使えるのっていうと、その EU と同等のセキュリティを持ってるし、同等の個人情報保護の法律があるので、アメリカは EU 内にサーバーを置いてるのと同等であるとみなすっていう協定が結ばれたので、結果としてその YouTube とか Google とかアメリカのサービスっていうのは、ヨーロッパの人も使えますよってなったんですけど、日本からそれ結んでなかったんですよね。去年かなんかようやく結んだのかな？なんか結ぶようになったか結んだかもしれないんですけど、っていう感じで、日本の IT がなんで海外に伸びないのかっていうと、実はそういう協定だったりを日本の政府がやってなかったりするので、じゃあそのサーバー日本に行ったら危ないよねっていうので、じゃあアメリカにサーバー置くわっていうので、その海外に対して物を売ろうとしてるビジネスをやってる日本の会社っていうのも、サーバーは日本以外のところに置くっていうのを積極的に日本政府がやってたっていうね、そんなこともあったりしました。はい。25歳女、特別支援学校卒業、障害者年金2級、知的障害と身体障害、双方程度で手帳あり、新卒で5年会社に勤めたせい、上司からのパワハラにより昨年退職、現在、うつ病治療中により無職、通勤と人と関わるのが不安なため、在宅できる仕事に就くためパソコンのスキルを身につけて、1年後に転職し、転職後、趣味として大卒資格、簿記、宅建などの資格集めてどうですか？他に何かやっておいたおこうできることがありますか？別に働いてたら、そんなに資格いっぱい集めなくてもいいと思いますよ。なので、最初に働いてた会社と同じような業種のところにひとまず転職してみればいいんじゃないかなと思いますけど、パワハラをする人が悪いだけで、で、パワハラをしない会社の方が多いんですよ。なので、たまたまその働いてる会社の上司が良くなかったっていうだけで、他の会社だったら何の問題もないかもしれないので、とりあえず同業他社に転職してみるといいんじゃないかなと思いますけど、はい。ただ、うつ病治療中であれば、診断書があれば、とりあえず、なんかいろいろもらい放題だと思うので、で、障害者年金とかももらえると、そんなに生活苦労しないと思うので、なので、無理して働かないっていうコースもありなんじゃないかなと思いますけども、はい。27歳 IT 企業でマネージャーをしていて、年収600万です。25歳の元カノとよりを戻したいのですが、この子には32歳ぐらい、僕と年収同じぐらいの彼氏がいて結婚しようとしてるみたいです。ただ彼氏が束縛がひどく、僕とその子が連絡できないようにしたり、喧嘩などもするという本人から言われます。またその子から僕のことがタイプと言ってくれていて、少しよりを戻すことを考えてくれてるようです。そこで最後の人、その子と付き合うためにどうしたらいいか悩んでます。作戦のアドバイスをください。拉致したら？結局のところ、多分その32歳の人と結婚したいんだと思うんだけど、問題もあって、で、下心があるのは分かってるけど、相談相手があなたぐらいしかいないので、相談してるっていう状態だと思うんですけど、拉致って手出して相手の人が怒るっていう状態にしとくと、多分別れざるを得なくなると思うので、なので、その手よく使われてるっていう状態をうまく利用して、相手とのトラブルを大きくするようにした方がいいんじゃないかなと思いますけど。30代後半の男です。とある上場企業の創設者の孫であり、現会長の息子です。上司にこき使われ、上司の出世に使われています。辞めて楽になりたいと思うもんの、親の顔がちらつき辞められません。官庁で仕事をして、機嫌の良い時の慣れなしさに涙こともあり、上司はどう頑張っても嫌いなままです。辞めていいと思いますか？会長の息子なのになんでそうなってんの？多分一回ガチ切れして、お前クビにさせんぞって言えばいいんじゃないですか？多分現会長が亡くなった後、株が息子さんのところに行くと思うので、なので、多分言い返さないので、いいようにこき使われてると思うんですけど、ちゃんと録音して、こういう人が上司にいると、他のスタッフにも士気が下がるので、クビにした方がいいっていうのを会長に言いますよっていうのを、ちゃんと証拠を持ってやればいいんじゃないかなと思いますけど。30代大手勤務の転職経験者です。今まで転職する際は半分本当、半分その転職理由を盛りまくって何とか切り抜けていました。しかし4年間勤務中の今の会社では、最近残業が130時間ほどついており、体力が限界です。記録上かなり残業時間も減らされています。再度大手に転職したいと考えていますが、この理由を正直に述べてもマイナス印象を与えないものでしょうか？言わない方がいいと思います。今回ばかりはネガティブな理由しか見当たらず、何か助言いただけませんでしょうか？訴訟とは考えてません。結局130時間っていう数字が忘れられて、例えば面接をしました。で、こういう人でしたよっていうのを上司に相談するじゃないですか。要はその場で採用が決まるわけではなくて、大体面接終わった後、その中、じゃあ誰取るっていう相談があると思うんですけど、で、その時に、残業をすることに対して文句を言っていたので、転職したいって言ってますって切り取られちゃったりするんですよ。130時間っていうのが切り取られて、単に残業がきついから転職しようとしてる人です、この人はって報告されちゃうと、でも、うちも残業あるから、じゃあこの人いらねえやってなったりするので、
なので、ネガティブな理由を転職時に言うのってプラスになることはまずないと思うので、なので、そのなんか御社に働いてみたいです、なぜなら勤務地がなんか昔の彼女がなんか住んでた子に近いので、なんかそこの近くに行きたいんですとか、すごくどうでもいい理由でもなんかポジティブな理由をでっち上げた方がいいと思います。はい、この前アメリカ人の YouTube で、もし第三次世界大戦が起きたら南北アメリカはアメリカが支配し、ヨーロッパはイギリスが支配し、アジアは日本が支配するみたいなのを言いました。日本ってそんなに強いんですか？中国の方が強くないですか？ヒロクさんどう思いますか？うん、中国の方が強いですよ。核持ってるから。基本的には核を持ってる国には勝てません。なのでヨーロッパは、あれイギリスって核持ってないんじゃない？なのでフランスが勝つんじゃないかな。でアジアはインドと中国が勝つと思います。あとは北朝鮮も結構幅利かせるんじゃないですかね。まあ、例えばじゃあその中国と日本が争いますってなったとして、国会議事堂に向かって核ミサイル 3,4 発撃つとどれか当たるんですよ。まあ、一発二発はなんかイージスなんちゃらとかで撃ち落とせるかもしれないですけど、まあ、多分複数撃つと一発ぐらい落ちるんですよね。で、そうすると政治が全滅するんで、そうすると日本の機能として何かを決定することができなくなるんですよ。要はその、例えばじゃあ尖閣諸島に誰かが来たら尖閣諸島でこうやって戦おうみたいなのを言って自衛隊の人たちが送るんですけど、自衛隊の人たちって独自に判断しちゃいけないんですよ。あくまでその自衛隊のトップって文民である政治家、まあ総理大臣じゃなきゃいけないっていうのがあるので、あ、イギリス方あるんだ。あ、じゃあイギリス強いかもしれないですね。っていうのがあったりするので、その、核撃ちました、撃たれましたっていう時に、核を防ぐという能力がない時点で、もう負け核なんですよね。なんで、仮に日本がじゃあそのなんか戦略ミサイル一生懸命バンバン撃ちましたとかで、じゃあ北京にミサイル2、3個撃ちましたって言ったとしても、別にその何人かじゃあ中国の政治家が死んだとしても、都市丸ごと潰すっていうのはできないので、なので、やっぱり核持ってる時にはどう頑張っても勝てないんじゃないかなと思いますけど。いつもラジオのように聞かせていただいてます。28歳女性既婚者です。現在貯金4000万円弱とリップをリアルタイムで300万円ほど所持しております。来年1月中に1000万円をリップに投資をしてみようかなと思ってます。バカだなと自分でも思いながら、現状に満足ができてもない中で望んだ結婚できちゃうそうなんですが、リュクさんなり1000万円何かに投資するのは何をされますか？これは何質問ですいません。僕は仮想通貨に投資はしないですね。結果として持ってしまった仮想通貨でそれなりに儲かってしまってはいるんですけど、とはいえ自分から買ったことはないですね。まあ、その株とかであれば、その会社の一部を持つというのが株を買うという行為なので、結果としてその会社がうまくいってる限りはそれなりのリターンがあるんですよね。で、仮想通貨みたいなのって上跳ねする、儲かる可能性はあるんですけど、じゃあマイナスになった場合どれくらいまで価格が下がるかっていう、その最低価格で僕は結構考えるんですよね。なので、まあ、例えばじゃあ Google に投資しましたっていうので、じゃあ Google の会社の価値が半分になるかって言ったら、まあ、半分になるかもしれませんと。ただ、10分の1になることはないよね、みたいなのがあったりするので、なので、投資というよりは、その、いろいろな形態で、その、価値のあるものを持っていて、減らないようにするっていう視点なんですよね。なので、その、じゃあ、すげえ儲かってる、その会社があるから、そこに全掛けした方が、上振れはあるんですけど、僕が考える投資って、あくまでその、じゃあ日本円だけ見れた場合って、日本自体がやばくなったらまずいよねと。なので、じゃあそのドルベースっていうのも持ってて、じゃあアメリカが、まあ、ドルベースで全部アメリカドルにしちゃうと、アメリカやばくなったらまずいよねってなるので、じゃあそのアメリカとかヨーロッパとか日本とか、で、その、じゃあ IT 系だけだと IT 系が全滅するとまずいので、IT と全然関係ない業界とか飲食とかっていうのもバランスよく配置するっていうので、で、経済成長っていうのは基本的にはずっと上がり続けるんですよ。ただ特定の会社とかだと、なんかやらかしてその会社が潰れるみたいなのがあるので、なのでそのバランス力、いろんな業界、いろんな会社に対して投資をすることで、そのなんか一箇所がボーンって下がったとしても、その経済的にそんなに困らないっていう状況にするという方が、割と僕、その僕はやりがちな投資なので、なので仮想通貨みたいなゼロになるかもしれませんみたいなやつにいっぱい貼るっていうのは僕はあまりやらないですね。33歳会社員です。最近18歳以下への10万円給付に関する給付条件が話題になっています。世帯年収が高くても10万円もらえる人がいるのは不公平という話がメディアで取り上げられ、その結果児童手当の配布条件を世帯年収で換算しようとする制度改正が検討されています。搾取されている現役世代同士で争うように締め切られていて、肝心の老人第一義の政治に目をつかず政治家の思うつぼになっていると思います。このあたりどのようにお考えでしょうか？まあその通りだと思います。
結局社会保険料みたいなやつで働いている人って13%ぐらい収入からピンハネされて、でそれが今の世代の年金として、今高齢者の年金として使われてるっていうのがあるので、なんかそれがずっと続いてるので、その10万円ってそもそもなんかもらうみたいな話になってますけど、もっと取られてるじゃんって話で、そもそもじゃあそのいっぱい取られないようにした方がいいんじゃないのって話なんですよ。要はその例えばじゃあその日本人の平均年収でまあその440万円ぐらいの人ですっていうのだと、まあ大体その社会保険とかで5、60万取られてるわけですよ。で、そうすると、それ取られない方が良くねっていう話が先で、なんか10万円返ってくるのを、なんか10万円返ってくるとか、わーやったやとかじゃなくて、いやいや、そもそもそんなに取られてる方がまずいっしょっていう話だと思うんですけど、なかなかそこら辺の話にならないですよね。なので、パンとサーカスっていう言葉がローマ時代からありますけど、割とそのなんか目の前の問題っていうので、本来の問題を見えなくするっていう。要はその、コロッセオっていうところで、そのなんか、剣闘士とか戦ってるっていうのを見せて、税金高いとかっていう現実はとりあえず忘れさせて、なんかよくわかんないけど、今日楽しかった。で、パンさえやれば人死なないんだから、とりあえずパン食っとけよみたいな感じで、食い物配って面白いことやっとくと、結構、いくら増税して、なんか税金取られて大変とかでも気づかないっていう。なので、アルコールが安い国って結構文句少ないですよね。ひろゆきって雨が降っていても名前はひろゆきのままですか？僕の雪っていうところ、ひらがなの絵に似たこれという字で、その天気でいう雲が、の結晶がそのまま地面に落ちてくる、雪と呼ばれる気候現象とはまた違う感じなんですよね。発達障害 IQ89 無能シングルマザー、過去に心の虐待のネグレクトを子供にしていて、精神科に行き自分が障害者だと発覚。今自分を受け入れ、得意な営業職で稼いで、苦手な家事は福祉サービスの訪問ヘルプ。娘の教育は多様性を受け入れてくれるインターナショナルスクールに通わせ、周りのサポートを受けながら子供と幸せに暮らしています。嬉しいことに子供はギフテッド、私より頭の一個に座っています。今日は娘の誕生日、ここまで頑張った私おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、多分その発達障害で IQ 低くなってると思うんですけど、発達障害ってある程度遺伝するんですけど、ただその障害の度合いによって、自閉症みたいなパターンって、めちゃめちゃその計算が苦手でテストが苦手ってなるパターンもあるんですけど、逆に集中力を発揮してる時にめっちゃテスト得意っていうタイプもあったりするので、なので発達障害の場合ってギフテッドの確率高くなるんですよね。で、僕みたいな真っ当な人間の場合って、割とその発達障害の方みたいなその不安定さがないので、そんなに変わった成果を出すことはないんですけど、発達障害の人ってなんかすげえ優秀な人と、なんか微妙な人っていうので結構分かれるんですよね。なので、日系テレ東大学っていうところで、なんかMC を一緒にやってる、イェール大学の成田助教授は、なんか睡眠障害とかをなんか持ってるらしいんですけど、多分何かの発達障害一緒なんじゃないかなと思ってます。ヘズマリュウについてですが、彼は今 YouTube に永久追放されています。裁判後も YouTube 開設後、動画も投稿しないのに赤バンされました。どうしたら彼 YouTube に復活できると思いますか？無理じゃないですか？グループは組や居住先を海外にするので、ヒロキさんなりの対処を教えてください。無理じゃないですか？なんかかわいそうだと思うんですけど、完全に騙されてましたよね、大人に。まあ、誰の話とは言わないで、架空の話だと思っていただきたいんですけど、そのメディアに取り上げられることで比例票を得たいと考えている政党があったとして、で、そのメディアに取り上げられて知名度が増えるんだったら何でもいいというので、割とその炎上騒ぎを起こした人だったりとか、世間的にトラブルを起こした人たちっていうのを集めて、で、その、まあそういう人で、まあ面白いっていうので投票する人も一定の割合でいるので、そういう人たちを集めて、その比例票を入れて、うまく自分だけは国会議員になろうと思う人っていうのが仮にいらっしゃったとしたとしたら、そういう形でその炎上した人を利用するっていうのがあるんですよね。で、炎上した人を利用するので、もっと炎上させるようなことをさせようとするんですよ。要はその、あなたじゃないや、炎上するような YouTuber の人生はどうでもいいと思ってるので、その政見放送を模したような動画で、そのトラブルを、そのなんか通訳の人に対するトラブルを起こすような動画を上げて、そのニュースにすると。
で、実際にはあれはキャストがやってるだけで、本当とは違うんですよ、ちゃんちゃんっていうのを言ったとしても、実際その映像を見ないで、ニュースだったり、人聞きで聞く人にとっては、ああ、そういうひどいことをする人だよね、あの人っていう認識になるんですよ。で、まあ結果として、その、受かるはずないんですよ。要は比例の票を得るための捨て駒でしかないので、なので、もともと犯罪者で子供が YouTuber みたいな人も多分出たらしいんですけど、格なしね。で、結局は受かるはずないんですけど、で、一応その比例で票を取るっていうために利用されたんですよね。という形で、その、炎上してる人をより炎上させることで、なんとか自分だけが国会議員になって、その、政府から、政党助成金みたいなお金をもらったりとか、なんか、政治家としてのお金をもらったりっていうのを、画策してる方がいらっしゃった、仮にね、いらっしゃったとしたら、そういう作戦っていうのがあると思うんですけど、で、割とうまくそれに利用されちゃって、結果として政治家にもなれませんでした。で、炎上騒ぎっていうのをより利用する形で世間に名前を売ったので、世間としてももうこの人扱えないよねと。で、YouTube のサービスとしても、その、あの人がまたこれで金儲けしてますってなると、YouTube 自体がバッシングされてしまうので、なので、もう、あの人がやってるんだったらもう赤バンするよっていうのに、リストに入っちゃったわけですよ。なので、僕、まあ、その、まあ本気で自分が受かると思ったのか、悪いと思ってなくて炎上するような政見放送のような動画を撮ったのか分かんないですけど、ただああいう形で利用されたらそうなるよね、要は YouTube 側からも嫌われるよねって至極当然の話で、多分まともな人が周りにいて相談を受けたらそれやらない方がいいよって言ったと思うんですよね。なので周りに相談をする人がいないのか、周りにまともな大人が一人もいないってことだと思うんですよね。で、まあ、それに絡んでる人で有名なインフルエンサー、その党に絡んでる人で有名なインフルエンサーの人もいるんですけど、で、あの人があんまりうまくな、いってない現状が今あるらしいんですけど、それがなぜか僕のせいにされてるらしくて、いやいやいや、そんな党に絡んでたら世間の人から嫌われるのは当たり前で、僕のせいじゃなくてあなたの行動のせいなんじゃないですかっていうのを、僕は一生懸命昔からアドバイスとして言っていたんですけども、なかなかまだ本人ご理解されてないご様子ですね。はい。農業してますが、職場で産地偽装しています。告発したいですが、社員5人の小さな会社です。告発するメリットありますでしょうか？本人としてのメリットはほぼないと思いますけど、社会のためにはいいことなので、告発はした方がいいと思います。多分、まあでもバレて、揉める可能性ありますけど、社会のためにはそういうことをやる人はちゃんといた方がいいんじゃないかなと思います。今日本人はバカが多数背景はわかるんですが、今後日本人はバカだと気づくのに何年かかって何をきっかけに気づくと思いますか？まあ、最近その、岸田政権がその外国人の、低収入な技能のない労働者を永住させる方向にしようみたいなのを言っていて、で、それがいかがなものかっていうのは僕 Twitter で書いたんですけど、でも多分あれ通っちゃうと思うんですよね。で、なぜ通るかっていうと、あれが間違ったことだということがわからない人が多数派なんですよ。で、その、いつか気づくだろうっていう考えが多分間違いで、その彼らにとってはそれは正しいことなんですよね。例えばその、零細企業をやっていますと。で、農業をやっています。で、もう自分の体はそんなに動かないんだけど、なんとか農家を続けたいと。なんで、日本人を募集しようとしても、そんなに高い給料を払えないので、じゃあ安い給料で働く外国人が欲しいですと。で、もうそのコロナ禍もあったりとか、そのなんか5年間で返さなきゃいけないっていうのがあるので、それで結局うまくいかないけど、まあ自分が農業をしているその事業のそのトップとしてやり続けるためには、外国人がずっと居続けて欲しいと。で、割とその、今の自民党を支持してる、人たちって、農村の、そういう農家の人って多いんですよね。その、都会ってそんなに自民党支持してる人多くなくて、割と地方の方が、自民党支持してる人多いんですけど、で、本質的には、長期的には、農家っていうのは減ってった方がうまくいくんですよ。要は、今の農家って、
個人が一人でその生産するとか、家族が生産するっていう形でやってるんですけど、じゃあそのアメリカとかってどうやってるのっていうと、その農業法人みたいなところが、めちゃめちゃでかい農地を持って効率的に物を作ったりするんですよね。でもその一つ一つの畑で、なんかあのトラクターとかを買って、あのいちいちやるより、あの全部まとめちゃって、すげえでっかい畑にして、じゃあトラクターじゃなくて、じゃあその種植えるとかでも、じゃあそのドローンで種ばらまきますとか、農薬もドローンでばらまきますとか、もっと効率よくやって、なるべく人力を使わないでやった方が、その農作物というのは効率よく安く作れるんですよ。なのでそういう形に長期的には世界中せざるを得ないんですよ。なのでそのまあ例えばじゃあ日本ってなんでその食べ物を輸入してるかっていうと、他の国の方が安く作れるからなんですよ。でなんで安く作れるかっていうと、じゃあアメリカから農作物を使ってるんですけど、アメリカ人の方が人件費高いはずなんですよ。じゃあその小麦粉をアメリカから買いましたって言ってるけど、でもあれ人件費アメリカの方が高くね？給料だってアメリカ平均年収700万超えてるわけじゃないですか。でも日本は400万なんですよ、平均年収。じゃあなんでアメリカから物買ってるかっていうと、そのアメリカは小麦粉を生産するときに人力をなるべく使わないようにしてるんですよ。なのでその飛行機で農薬をばらまいたりとか、なんか、1キロぐらいの長さの、なんかね、謎のでっかい、こう、三輪車みたいなのがあって、その三輪車の上に、こう、棒がなんかね、1キロぐらいあって、で、そこからこう、種とか肥料とかばらまくのをちょっとずつ動かすみたいな、まあ、とんでもない広さで、とんでもない量のでかいことをやったりするんですけど、その結果、安く小麦粉とか作れたりするんですよ。っていうのがあるので、じゃあそれ輸出しやすいよねっていうのがあって、その高い給料のアメリカ人の国から安い給料の日本人が買うっていう状況になってるんですよね。なので農業法人っていうのを開放して、農業法人がある程度でっかい農地に対して効率よく野菜なり農作物を作るっていう構造にならない限りは、外国から野菜を買い続けるという構造は変わらないんですよ。で普通に考えてる人ってみんなこれ分かってるんですよ。なので中国もそうやって作ったりするんですけど、ただ自民党ってその農村で働いている農家の人の一票一票が大事なので、じゃあ例えば農業法人でその10人の農家をまとめて1個の法人にしましょうっていうと、その農業法人の人1票しかくれない可能性があるんですけど、農家を10家族残しておくと10票入るんですよ。そしたら農家10家族を残す形の方が俺受かりやすいよねっていうのがあるので、なので農家の人が今のままを続けたいっていう願望を満たす方が、その地方の国会議員って受かりやすいんですよ。で今のまま続けたいがどういう状態かっていうと、もう自分は体があまり動かないから働けませんと、なので安く働く奴隷が欲しいですっていうのが今の農家の希望なんですよ。なので、じゃあ本当にじゃあその自分が働けないんだったら、時給2000円とか、じゃあ時給3000円とかで募集すれば、別に都内のニートとかが、時給3000円ったら来ますみたいなの言うんですけど、残念ながらそんな金を出すつもりはないと。出せないしね。なので、じゃあその、結果として、そのサービス残業し放題なので、計算すると時給300円とか400円で働くような外国人っていうのをこき使うっていう形で、俺は農家を続けたいっていう人たちがいっぱいいますと。で、そういう人たちのその願望を満たすと、投票してもらえて政治家が続けられますっていうのがあるので、その低収入でスキルのない外国人っていうのを大量に入れようとしてますっていうのが現状だと思うんですけど、で別にその各農家の人にとってみるとこれバカじゃないんですよ。要はそのじゃあ例えば僕が農家ですと、で農家は続けたいですと、でも自分で農作業したくないです、でもな生活できるようにしたいとすると安い奴隷を使うが僕にとって正解なんですよ。なので僕にとって何が正しいかっていうと、安い奴隷をその外国から輸入してくれる自民党の議員に投票するは正解なんですよ。で僕が例えば70とかだからとすると、どうせ生きたあと10年20年なんで、未来の日本とかどうでもいいんですよ。でじゃあその孫とか可愛くないのって言われるんですけど、僕がじゃあその農業でそれなりに稼いで、で自分が稼いだお金を自分の孫に直接あげた方が効率いいんですよ。別になんか日本全体が豊かになってその孫が幸せになるかもしれないねっていうより、その安い奴隷をこき使ってその毎年毎年200万とか300万とか手元に残るようにして、でその中から孫にじゃあ学費だよとかっていうのでお金あげた方が孫喜ぶじゃないですか。
なので日本全体を良くするより自分だけが得をするようにした方がいいし、で農家である自分自身が得をするっていう形であればそれを満たしてくれる政治家に投票した方がいいっていうのがあるので、なのでその日本人がバカだと気づくのに何年かかるかっていう質問に関していくと、その各日本人は自分にとってメリットがあることっていうのを考えているので、結果として日本全体が悪くなってるんですよね。あの家の話でもツイッターで書いたんですけど、あの基本的にはその社会にとって持ち家を持ってる人が増えた方がいいんですよ。要はその、じゃあ自分がじゃあその東京都北区赤羽で一軒家買いましたってなると、じゃあ周りもその治安がいい方がいいし、そのなんかゴミとかもしない方がいいから、なんかゴミが落ちてたらゴミ拾うし、なんか落書きとかする人がいたらじゃあ注意をするしっていうので、なるべく自分の住環境が良くしようとするんですよね。でもその治安が悪くなって賃貸の人だったら、なんかこの街治安悪いから引っ越すわっていうのでいなくなっちゃうんですよ。で、なので社会としては持ち家比率が高い方が良いよねっていうのはあるんですけど、ただ僕個人として考えたら、その人口も減ってって経済成長もしてない日本の土地に投資するとかありえないよねってなるんですよ。なので社会としてはこうした方がいいよね、皆さん持ち家持った方がいいよねってあるんですけど、僕個人で考えると、いやいやそんななんか経済没落している国の土地買うぐらいだったらニューヨークの土地買うわみたいな話になっちゃうんですよ。いや投資っていうのは払った金額に対してどれぐらいのリターンがあるかっていうのを考えるので、なのでその個人に対する最適解と社会全体に対する最適解って違うんですよ。なのでその農家の人たちっていうのは個人の最適解を選び続けた結果、日本が没落していく方向っていうのになってるんですけど、ただ個人の最適解を選んでそれの自分の幸せのために頑張ってくれる政治家を選んで、で政治家はじゃあ個人のその最適解を選んでる人たちに報く形にするっていうのは間違ってもないしバカでもないと思うんですよ。なのでこれは多分助かるパターンなくて、なので賢いがゆえにずっとそれが続いていくっていうことなので、多分僕も治らないと思うんですよね。要はそのバカであるっていう状態で、あ、こうやった方がうまくいくんだってみんなが気づいたらうまくいく可能性があるんですよ。でも個々の人たちが考えて結果としてうまくいくっていう形で、その自分自身がうまくいくっていうのを選んでる結果なので、なので多分これを解決する方法はないんだなと思うんですよね。うなぎが絶滅する理由みたいなのもあって、食べて応援って言って、うなぎを食べるのをなんかうなぎ屋が勧めたじゃないですか。食べたら減るんすよ。でも、うなぎが絶滅しそうだよね。ただ、じゃあ日本人がうなぎ食わなかったとしても、中国人が食うんすよ。で、その要は、日本人が食わなかったから成立するかというとそうでもないので、じゃあどうせだったら、俺たちが食った方がよくねってなっちゃうんですよね。多分本当にその資源保護をしなかったとしたら、多分20年後ぐらいに中国人が全部うなぎ食っちゃってうなぎいなくなると思うんですよ。それだったら今うなぎ食った方が得じゃないですか。どうせいなくなるんだから。なのでうなぎを食って応援って言って日本でバンバンうなぎを食うってなったんですよ。っていうのは結果としてうなぎ絶滅を加担してるんですけど、っていう感じでその自分の利益っていうのを最大化した場合に、その必ずみんなが損するよね、結果として長期的に損するよねって、まあ共有値の悲劇って言うんですけど、これ大体どこのパターンでもあって解決することないんですよね。たまに今うなぎの話をしてましたけど、その回遊資源で魚って毎年毎年減ってるって言われてる場所の方が多いんですよね。その結局魚ってまあみんながそのバンバン取ってバンバン売ってっていうので、でまあ魚ってそのただまあまあその漁の燃料費とか網代とかありますけど、まあ基本的にはその育ったものを勝手に奪ってバンバン売って、で誰が取ってもいいんで、そうすると給料の低い国の人ほど漁しまくるんですよ。例えばその平均年収700万円とかの人だったら、寮とかやってもそんなもんかんないよねってなるんですけど、平均年収100万円ぐらいの国だったら、もうバシバシ働いて魚取って売った方がいいよねと。で、冷凍させて売れば世界中どこでも売れるので、なので、その結構アフリカ諸国ってバンバン魚取りまくってるんですよね。だって儲かるんだもん。いや、そのアフリカで取った魚が先進国の中国とか日本で売れるんで、そうするともう取りまくって売った方がいいじゃんっていうのがあるので、なんでアフリカ近辺で魚バンバン減ってるんですよ。まあ北朝鮮とかもバンバン取ってますけど、北朝鮮の場合は漁をするその漁船を作る技術がないのであんまりいっぱい取れないんですけど、アフリカの場合ってそのアメリカとかヨーロッパの国が投資をするんで、なんかすげえでかいトロール船をアフリカ操ってめちゃめちゃ魚を取って売るっていうのやってたりするんで、で大体どこでも定点観測すると魚減り続けてるんですよ。でも魚減り続けてるよねっていうのを誰も解決できないんですよ。
で要はじゃあ日本が魚減り続けてるから食うのやめようぜ取るのやめようぜって言っても貧乏な国は知ったことかって言って日本が取らないからがもっと儲かるわって言ってめちゃめちゃ儲かるってなるんですよ。でじゃあ皆さんあの銀行になんかお金をあげて利子をあげたりとかじゃあその年金っていうので預けてそこでなんかなんか年金でうまく回ってなんかリターンがあるよねみたいな形で株式市場っていうのに携わってると思うんですけど株式市場に上場してる会社っていうのは利益を上げてれば投資されるんですけどそれが正しい形で利益を上げてるかどうかって全く関係ないんですよ。ただ例えばじゃあ全然儲かんない上場企業やってますというのでなんか利益上げなきゃまずいよね俺クビになるかもっていう時にじゃあアフリカでバンバン魚取るわっていうので魚取るとめっちゃ儲かるんですよ。でそうすると上場企業の社長をずっと続けられるんですよ。で自分の持ってる会社の株の株価も上がるのでめっちゃ儲かるんですよ。でこれ俺がやんなくても誰かやるでしょだから俺がやってんだよっていう形でその誰のせいでもないどうせ誰かやるんだから俺もやってるだけだよって言い訳は必ず通用するんで結果としてその魚絶滅っていうのは結構止めるの難しいんじゃないかなと思いますけど、なのでうなぎも難しいよねと。はい、大二号さん今日から生放送活躍ですね。あコラボはい頑張ります。頑張りますっていうか日程送ります。はい現在旅行中で友人の子供を振り回されてます。疲れると話しかけても無言で不機嫌。旅行の旅程は丸投げで否定の意見だけ言う。私が眩しくて寝られないと言っても電気をつけたままよかしなど普段とはかけ離れたです。先ほど不機嫌なことだけ謝ってきましたがその振る舞いを自覚していたのは信じられません。今後は距離を置きますがこんな人には何言っても変わりませんか。変わりません。また旅行で態度が変わるような人を見分けるにはどうすればいいでしょうか。辛い思いをした時に人間って本性が出るんですよね。で、ここでやるべきことは、相手に気を使わないってことなんですよね。なので、もう丸投げなので、分かった分かった、もう一人行動するわ。お互い勝手に好きにやろうぜって言って、相手のことを意識しないで、普通に楽しく旅行をするっていうのが正解だと思います。で、相手がごめんと謝ってきて、それでじゃあ自分に乗っかるんだったら、どうぞ乗っかりたければ乗っかってくださいと。ただ、それが嫌だったら別に個人で動くんで、別に好きなようにしましょうっていうので。なので、そこら辺って要はその不機嫌にすることで、そのなんか自分に対して何かをしてくれるだろうとか、黙ってるだけで相手が何かしてくれるだろうっていうふうに期待する人に対して、それを提供してしまうと、結果としてそれが続いてしまうので、なので手伝わないっていう方がいいんじゃないかなと思いますけど。お返事ありがとうございます。とても嬉しいです。結婚して専業主婦で現在お仕事はしてないですが、もともと貯金1億円を目指してお仕事をしていたので、現状の4000万円ほど資産運用していると考えています。たびたび申し訳ないですが、ひろゆきさんはどう運用されますか？そもそも私のあんまり考えないのでしょうか？アメリカのインデックスファンドにぶち込んどきゃいいんじゃないかなと思いますけど、たまに僕、個別株でこれ買った方がいいよって話をすることがあるんですけど、株の話って当たるのもはっきり当たらんもはっきりで、だいたい当たんないですよね。だから昔僕は東京電力買った方がいいよって言ったことあるんですけど、2011年に東京電力の原子力発電所がなんか大変なことになって株価めっちゃ下がるって。で、買った方がいいよって言ったものを僕一株も買ってなかったんですよね。なので個別案件はあんまり言わないようにしてるんですけど、言った例でいくと、日産がゴーンさんが逮捕された時に、ゴーンさんが逮捕されて株価が下がったとしても日産の売上自体は維持されるので株価戻るよって言って日産の株価って90万円ぐらい払って買って2000円ぐらい得したんですよね僕ビビリなんで要は株価見続けるのが嫌なんでちょっとでも上がったら売るみたいなので売っちゃって、90万円ぐらいかかって2000円ぐらい得したんですけど、であと株で言ったのが5年前ぐらいにルイ・ヴィトンの株って割と上がりますよって話をしたことあるんですけど、ルイ・ヴィトンだったりヘネシーだったりとかってお酒とかも扱ってたりするんですけど、 LVMH っていうホールディングスグループがあって、でそれが230円ぐらいの時に皆さんその日本だとソシャゲの会社でリキルスに 10% とか大概ぐらい投資してるけど、ブランド会社って毎年毎年ずっとリキルスに 10% 維持してますよみたいな話をしてて、で今多分3倍ぐらいになってると思うんですよね。なので5年で3倍ぐらいになってると思うので、なのでたまにそういうのは言うようにしてるんですけど、基本的に個別株は僕言わないようにしてます。はい。